それこそあの命がどう生きるかなんで、はい、あの新婚さんいらっしゃる間ですよ、はい、あのご夫婦がでだいぶ前ですよ、うん、でその夫婦の方の子供さんと、はい、まずお父さんと2人で出てるんだけど、はい、結局お母さんが亡くなられてるのね。その新婚さん前いらっしゃい出た時に9ヶ月後ぐらいから亡くなってるの。その時にがんが見つかって、旦那さんが、まあ、もうおじいさんがそう私は泣きましたと。でも妻は泣きませんでしたと言ったら、その奥さんはどうせ生きるんだったら悲しまないで楽しく生きるって笑顔で、で赤ちゃんがいたのよ。それで何をしたいかって新婚さんいらっしゃって出たいとか奥さんが言ったから、それで出ましたって言ってたんだけど、もうみんなうるうる新勝田さん、そのもう何年だったかな、もう子供さんが娘さんでちょっと一緒に見るんだけど、そのお母さんのそういうなんていうの、動画っていうのを昔は VHS とかなんとかだったけど、ほら、うんうん、そういうの使えなくなってるじゃない。で見てないよ、くもうちっちゃい時見せてもらったけど、今その大人になってね、娘さんは、はい、でそれで一緒に見ましょうっていう過去の映像を見せるの。お母さんとお父さんが若い時、その時にそうやってお母さんが、いやもうそう同じ生きるなら笑っていた方がいいって言って、もうそう9ヶ月後に亡くなるのよ。深いですね。深いでしょ。それでなかなか言えない。そう、そしたら娘さんに、そのあ子供さんに、その赤ちゃんなら伝えたいことはないですかってまたそこで振ってくれてるから言うの、カメラに向かって、その子供に、うん、そのやっぱ笑顔でどうせ生きるんだって笑顔で楽しくみたいな感じで生きてね、楽しんでねみたいなこと、めっちゃみんなふうふうよ、もう娘さんも泣いてたけど、だからなんだろう、本当にね、生きるっていうことをこう大切にするとかさ、そうですね、うん、自分を大切にするとか、うん、意識するっていうの大事だよね。うん、自分が悲しんだらみんなも悲しいからとかも言ってたよ、その奥さん。普段はこうそういうことを口にできるけど、いざという時に、いざね、もうがんの末期で何ヶ月の命って言った人がね、そうやってね言うなんてすごいなと思ってさ、早いですね。だからこうなんていうの、全部自分だよと、うん、自分を大切にするんだよっていう話をする中に、もうそれをだから 2,3 人言ったのよ。わーって、だから生きてるっていうのを大切にせんというか、自分をって、もう私たち亡くなるんだから、亡くなったらもうこう体も全てねえ、もう魂は生き続けるけど今の自分は終わり、そういうのを意識した方がいいっていう話を、そういう話をすると入るのよ、みんなちょっとこう、ね、あやっぱ同じ人生生きてるからですね、うん、じゃあ自分はどうする、うん、どうできるっていうね、うんうんうん、そんな短い命でもね、そういう風な言葉が出たっていうこと素晴らしいよね。だけどわからないじゃん、寿命ね。そうですね、明日で終わるかもしれない、そしてね、もしかすると分かってきてかもしれてるかもしれないけど、記憶は消されてるから、うん、分からんわって、塩分が少なくて、だからいつでも終わるようにしとった方がいいってことはね、素敵なお母様ですね。ねえ、素敵だったねっていう感じでもうみんなで見てたんだけど、うーん。